石膏ボーイズワカドカは,かかはザリガニワークス、ホルベイン画材の3社共同プロデュースによる日本のバーチャルアイドルグループ、また彼らを題材とした日本の短編テレビアニメ作品。略称はイシボ。2015年2月、美術の事業でデッサンの題材などに使われる石膏の共像がアイドルグループを結成したという設定でプロジェクトが発足。同年4月より、 グッズの発売を開始。同年7月からは、角川の文明誌、ダヴィンチのウェブサイト、ダヴィンチニュースにて、活動日誌が連載されている。2015年9月に、短編テレビアニメ化が発表され、2016年1月より3月まで、ウルトラスーパーアニメタイム枠内で放送された。2016年1月より3月まで、東京 MX。 BS11 のウルトラスーパーアニメタイムサードシーズン枠内にて放送された。また ATX では単独番組として放送。1話約8分。作中には実在するテレビ番組や芸能人のパロディが随所に見られる。サブタイトルは絵画のタイトルから取られている。2016年3月発売。石膏ボーイズ神々と英雄のアイドルグループの タイトルで、ウェブコミック配信サイト、コミコーカーにて2016年1月12日より連載中。作画はのない、高みなみが担当する。単行本が2016年2月19日に角川メディアファクトリーより発売。ありがとうございます。